こんにちは、速稼塾の久保です。週刊中年ジャンプというね、そういった情報発信を始めて、ストーンさんは株スクールというものを今一生懸命されていると思います。2月にね、私もこうズーム対談で紹介させていただいて、それからコツコツと活動を右に行ったり左に行ったり、上に行ったり下に行ったりだと思いますけども、改善に改善を繰り返して、サラリーマンでありながら株スクールの運営もしているという、非常にね、忙しい日々もお過ごしだと思いますけども、でも今回の対談を見てね、非常にこうストーンさん楽しまれているなというふうに非常に感じました。で、投資自体ももちろん、楽しいわけなんですけども、そこに集まるね仲間たち、自分を中心として広げるそのグループに一つの喜びを得ているんではないかなと思いますよね。もちろん家族というものがあったり、会社というものがあったり、これはそれぞれいろんな世界を皆さんお持ちだと思いますけども、そこに自分の始めた、一つのね学校というコミュニティがあるっていうのは、なんだか嬉しいもんですよね。で、今回ストーンさんがこうやってね株スクールをさらにバージョンアップして進めてくださってることを、ズーム対談を通じて、本当にね笑顔とともに感じることができて、なんかその株スクールと私がねやっている FX っていうのは共通点が多いんですよね。ですので、これからもいろいろとこう学び合いながらやっていきたいなと思いますし、やっぱり投資というこれから私たちが50代60代を迎えるときにものすごく頼りになる、そういった副収入の上げ方、もしくは本業になるための稼ぎの道の作り方っていうのはね、まだまだ多くの同じ世代の方、もちろん若い方にもそうなんですけども、どちらかというと日々忙しいお仕事をされている合間にできる副収入、それが株であり FX であるといいなと思っております。ストーンさんのね株スクール、これからも非常に楽しみなんじゃないですかね。私もこういう機会をこれからも持たせていただいて、一緒にますます歩んでいきたいなと思います。そして FX オリガルヒなんですけども、これね実はね暗号通貨オリガルヒではないんですけども、投資全般にこうウイングを広げていきたいと思ってるんですよね。もちろん今すぐには無理です。私の手にしている投資のスキルっていうのはまだ始まったばかり、 FX があるだけなんですよ。でもこのペースでいくと、ストーンさんがねよろしかったら一緒に投資のことを考えていける、そんなねグループとして一緒に活動できる日も来るんではないかなと思います。はい、今回 FX オリガルヒのプロモーションも随分見ていただきました。参考になった部分もあるかと思いますし、今年ね 1,2,3 月と稼働部という再生数の少ない YouTube で、多くの方ファンの方と出会っていくというね取り組みをしました。もちろんその中で売り上げも立っていくという取り組みをしましたけども、その稼働部の一つのカリキュラムだと思って、今回の FX オリガルヒのプロモーションね、1週間から10日にわたるものがありました。細かいものを合わせると2週間ぐらいになるかもしれません。でもやっぱりこういったプロモーションの根底にあるのは、今まで何年も続けていた FX の相場解説にあるんだなってことをね、ストーンさんやっぱりこう見抜いてらっしゃるところでさすがだなと思いました。私もやっぱりずっとね自分の相場解説をやってきて、自分の力がもっともっとついたら、いつかは自分でもこの投資のコミュニティを運営してみたいな、販売してみたいなと思いましたんで、どちらかというとそこを目標にしてきたというよりも、積み重ねていったらそういう準備が気がついたらできていたっていうことなんですよね。で、今回はねストーンさんの株スクールとともに一緒にこういうふうにね、私たちのコミュニティを紹介することができて、実際にもう意欲を持って活動されている方もいるってことをお互い知ることができてね、本当にこう新たなスタート地点についたんじゃなと思いますね。はい、思いは取り留めもないんですけども、今日はこのぐらいにしておきましょうか。ズームの対談、本当に1時間みっちりと楽しませていただきました。これからもよろしくお願いします。またやりましょう。それではゴッドファーザー。